タイム風速ウィンディーの気象庁モード予報日時7月24日日水曜のの午後3時の予報になりますこの時中心気圧が946ヘクトパスカルにまで下がっておりまして周辺の最大風速最も大きいところで毎秒49メートルと、まあ、これは日本の気象庁の天気予報モデルなんですが。 気象庁の階級でいう非常に強い勢力にまで成長発達した状態で石垣島の東の海上に最接近する進路層が描かれております非常に危機的な予報となっておりますそしてこの後、北西の方角へ向かって駒を進める進路層が描かれておりますウィンディの4モード中最も大きい 周辺の最大風速を弾き出しております。特に一番先の予報、7月25日木曜日の午前3時の予報では、中心気圧が924ヘクトパスカルにまで下がっておりまして、周辺の最大風速も最も大きいところで毎秒54メートルを差し示しております。 この毎秒54メートルというのはですね、気象庁の階級でいう猛烈な圧勢力の台風に該当します。猛烈な勢力。一番上の階級ですね。54メートル以上、105ノット以上となっております。台風速報。おはようございます。あなたの台風速報の時間がやってま 入りました2024年7月の22日月曜日朝4時58分ジャスト現在の台風第3号ケイミーおよび台風4号プラピルーンの今後の進路予想を世界各国 の気象機関による最新情報を徹底比較分析検証しながら親愛なる視聴者様であるあなたへ速報で速やかにお伝えします今ご覧をいただいておりますのは世界最高クラスの予報制度を持つと言われるヨーロッパ・ 中期天気予報センターの気象モデルをベースします。ヨーロピアンセンターフォーミディアムレンジウェザーフォーキャスト ECMWF モードによります大気循環の移り変わり、気圧配置の変化の予報をご覧いただきたいと思います。アップデート済み32分前の最新情報となります。画面向かって、えー、まず中央よりやや左にあります、こちら。 中心気圧992ヘクトパスカル周辺の最大風速最も大きいところで毎秒18メートルと台風の規定値を超えてきております台風第3号ケイミーの討伐戦そして中国の海南島に上陸をしております中心気圧998ヘクトパスカル周辺の最大風速最も大きいところで毎秒15メートルしかありませんが すでにこちらも台風第4号プラペルーンの発生として正式に気象庁から発表がなされております特に問題となるのがこの台風3号ケイミーの今後の発達とそれから沖縄地方の先島諸島を直撃通過していく進路予想となります ECMWF モードどうなりますことでしょうか実 ゆっくりとご覧いただきたいと思います。台風第3号警備、この後ですね、ゆっくりと成長発達を繰り返しながら北上していきまして、沖縄地方へ向かって駒を進める進路予想となっております。予報日時、7月24日水曜日午前11時の予報になります。この時 中心気圧が974ヘクトパスカル。周辺の最大風速最も大きいところで、毎秒23メートルを指し示しております。台風第3号、ケイミーの等圧線が、沖縄地方、先島諸島の石垣島、竹富町のすぐ南の海上にまで最接近をしている、え進路予想が 描かれております。やはりこの沖縄地方先島諸島直撃の進路予想は変わっておりませんこのあとゆっくりと北西の方角へ転向しまして台湾の方角台北の北側を上陸するセルの位置を通過しながらですね 中国大陸へ上陸する侵入層を描いております。そして、25日木曜日の夜8時の予報になります。この時、中心気圧は976ヘクトパスカル。周辺の最大風速最も大きいところで、毎秒22メートルを指し示しております台風第3号の等圧線が、 中国大陸へ上陸をしております。西寄りへ進む進路予想となっておりまして、この後はですね、中国大陸をゆっくりと北西の方角へ進みながら、徐々に徐々にその勢力を衰退させていく進路予想となっております。そして、この後、勢力を弱めながらも、 28日のですね、29日の午前0時の時点で、一旦航海へ出る診療層となっております。この時の中心気圧が989ヘクトパスカル、周辺の最大風速最も大きいところで、毎秒17メートルと、まだ台風の規定値を維持し続けております。そして そして回り込むようにですね今度は北東方向へ向かって駒を進める進路予想。そして日本海へ出てきまして北東方向へ移動して一番先の予報 ECMWF モードは7月31日水曜日の夜8時までご覧いただくことができます。このの時北海道の檜山 小島地方のですね、えー、東の海上の日本海にまで、えー、駒を進める進路予想が描かれております、えー。この時になりますと、だいぶ等圧線の形が崩れて、えー、衰退、弱まっているんですが、中心気圧は997ヘクトパスカル、周辺の最大風速最も大きいところで、えー 毎秒10メートルとなっておりますので、台風の規定値を大幅に割り込んでおります。これが世界最高クラスの予報精度を持つと言われる ECMWF モードの最新情報と相なります。続きまして、アメリカ海洋大気庁 NOAA、AH、が提供する大気循環の気象予測モデル及び アメリカ国立環境予測センター、ナショナルセンターズフォーエンバイオメンタルプレディクションの中の一つであるアメリカ国立気象局、ナショナルウェザーサービスの気象データがベースとなるコンピューター解析による全球数値予報システム、グローバルフォーキャストシステム、GFS モードによります大気循環の移り変わり、気圧配置の変化の予測をご覧いただきたいと思います。フィリピン・ルソン島の東の海上に台風第3号ケーミー そして中国の海南島に上陸をしているかに見えます。こちらの東伐線が台風第4号プラペルーンとなります。日本列島はこの位置にありますが、早速台風3号の進路予をご覧いただきたいと思います。予報日時、7月25日木曜日の朝6時の予報になります。この時、 中心気圧が955ヘクトパスカル。えっ、ー、と、拡大しますとですね、えー、周辺の最大風速最も大きいところで、毎秒35メートルと気象庁の階級でいう強い勢力に該当する台風第3号、ケイミーの等圧線が、沖縄地方、先島諸島の 夜中国町のですね、えー、南の海上に最接近している新路予が描かれております。予報日時は25日ですから、えー、さ先ほどご覧いただいた ECMWF モードと比較すると若干遅い予報日時に先島諸島を直撃する新路予となっております。GFS モードとなります。 それではこの後の進路予想をご覧いただきたいと思います台湾の北側台北の辺りを通過しまして北西の方角へ駒を進める進路予想となっております日本日時7月26日金曜日のお昼の時点で中国大陸へ上陸をしているかに見えます台風第3号の等圧線中心気圧は978ヘクトパスカル 周辺の最大風速最も大きいところで毎秒22メートルにまで衰退が始まっております。しかし、ここで終わりではないんですね。回り込んでくる可能性があります。中国大陸を北上する診療層が描かれております。GFS モード。台風第3号は中国大陸でですね、消滅する診療層となって ているんですが、この後いよいよ。早くも台風第5号マリアの候補となりそうな熱帯低気圧の等、圧線が続けざまに発生をする最新情報となっております。予報日時、7月28日日曜日の午後7時の予報になります。 この時、フィリピン・ルソン島と台湾の中間にあります、バシー海峡の東の海上のフィリピン海に、中心気圧991ヘクトパスカル、周辺の最大風速、最も大きいところで毎秒19メートルを差し示しております、台風第5号マリアの等圧線、えー、失礼しました。台風第5号マリアの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線がくっきりと 描かれております。この後の進路予想、非常に気になりますが、えー、台風第5号マリアの候補となりそうな熱帯低気圧の等圧線はですね、台風3号を、ケイミーよりも若干西寄りを移動する進路予想を描いております。つまり台湾寄りですね。 えとはいええー、ほぼ変わらない、えー、進路予想、直撃のコースをたどって、えー、中国大陸へ上陸して、徐々に徐々に衰退していくというような GFS モードの最新情報となっております。続きまして、ドイツ気象局、ドイッチャーベターディーンズとの気象モデルをベースとします。アイコンモードでもご覧いただきたいと思います。 フィリピン・ルソン島の東の海上に、中心気圧996ヘクトパスカルの台風第3号、ケーミーの等圧線、周辺の最大風速最も大きいところ、毎秒17メートル、そして、えー、南シナ海にもう一つ、す、え、で、ー、に発生が伝えられております、中国の海南島に上陸をしております、中心気圧998ヘクトパスカル。 周辺の最大風速最も大きいところで毎秒14メートルと弱い等圧線を描いております。台風第4号プラピルーンとなります。それでは今後の進路予想を見てまい、えー、りましょう。予報日時、7月24日水曜日、お昼の時点の予報となります。この時、えー、中心気圧が969ヘクトパスカル、周辺の最大風速最も大きいところで えー、毎秒29メートルを指し示しております。台風第3号、ケーミーの等圧線が描かれております。でこの時の予想位置なんですが、やはり台風の目の中心の位置がですね、沖縄地方の先島諸島を直撃する、えー、進路予想を取っておりまして、えー、これはほぼ変わりありません。若干 時間わずかながらに西寄りへ移動しているかに見えるんですが、先島諸島与那国町のすぐ近く、えー、最も近い位置に駒を進める診療層が描かれております。この後、アイコンモードもですね、台湾の北側、台北のあたりを上陸、通過した後ですね、北西の方角へ駒を進める診療層を取っておりまして、 中国大陸へ上陸した後、衰退しながら、なおも北西の方角へ進んでいく進路層を取っております。続きまして、今年2024年の4月から新たにウィンディー内に加わりました。日本の気象庁、ジャパンベテオロジカルエージェンシーの天気予報モデルをベースとします。メソスケールモデル、MSM モードによります台風3号の 新ルウソご覧いただきたいと思います。予報日時7月24日水曜日の午後3時の予報になります。この時中心気圧が946ヘクトパスカルにまで下がっておりまして周辺の最大風速最も大きいところで毎秒49メートルと、まあ、これは日本の気象庁の天気予報モデルなんですが、えー、気象庁の階級でいう。 非常に強い勢力にまで成長発達した状態で石垣島の東の海上に最接近する新流層が描かれております。非常に危機的な予報となっております。そしてこの後北西の方角へ向かって駒を進める新流層が描かれております。ウィィンディーの4モード中も とも大大ききい周辺の最大風速を弾き出しております特に一番先の予報、7月25日木曜日の午前3時の予報では、中心気圧が924ヘクトパスカルにまで下がっておりまして、周辺の最大風速も最も大きいところで、毎秒54メートルを差し示しております。 この毎秒54メートルというのはですね、気象庁の階級でいう猛烈な圧勢力の台風に該当します。猛烈な勢力。一番上の階級ですね。54メートル以上、105ノット以上となっております。非常に警戒が強まっております。台風第3号の最新情報。気象庁の天気予報モデルをご覧いただきました。 それでは気象衛星ひまわりによります現時点での実況の雲画像をご覧いただきたいと思いますまだ台風の目はくっきりと現れておりませんがフィリピンルソン島の東の海上にありますこちら雲の塊が台風第3号ケイミー。そして中国の海南島の南の海上にありますこちらの雲画像 非常に弱いんですが、台風第4号プラピルーンを表しております。それでは気象庁本家本元のお公式サイトによります台風情報をご覧いただきたいと思います。え画面向かって左側にあります、こちらの予報円が台風第4号プラピルーンのおー予報円、新流想図となりまして、えこちらのお画面向かって右側の予報円が台風第3号ケーミーのおー 新流層図を指し示しております。まず北上した後、徐々に徐々に西寄りへ転向してですね、北西の方角へ向かって、え、マを進める新流層となっております。やはりこの24日から25日にかけて、沖縄地方の先島諸島を直撃、通過していく新流層が描かれております。 台風第3号、ミー、24日、あ午前あ、失礼しました。25日、え午前3時の予報。予報円がこちらになります。25日の3時時点ですね。ちょうど沖縄地方の先島諸島を通過中の予報円となります。種別は台風で、強さは非常に強い勢力にまで成長、発達する予報。存在地域が先島諸島近海。 進行方向と速さは北西15キロですから、ママチャリをこぐぐらいのスピード。中心気圧は945ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は、毎秒45メートルを予報しております。最大瞬間風速は60メートル。予報円の半径が260キロ、140ナウティカルマイル。暴風警戒域は、全域で420キロ、225ナウティカルマイルとなっております。 続きまして、米軍 JTWC ジョイント台風ワニングセンター。アメリカ海軍と空軍があハワイ州真珠湾の海軍基地に共同で設置したアメリカ国防総省ペンタゴンの気象機関になります。衛星画像のイシュタイム発行時間が21日0600ズールですからえ、更新を押しますと、 予報日事、衛星画像のイシタイム、えー、発行時間が21日の1800ズールですから、日本標準時に修正をいたしますと、本日22日月曜日の午前3時時点の衛星画像となります。この点線の枠内が北西太平洋、台風の発生領域となるんですが、画面向かって左側にありますのがトロピカルストームゼ0ンウエスト。 台風第4号プラピルーンそして、えー、フィリピンルソン島の東の海上にありますこちらの雲画像がトルピカルストーム05ウエスト台風第3号ケイミーとなります台風第3号の心霊想像をご覧いただきますとここですねこちらの予報円24日の12ズールですから日本標準時に修正をいたしますと24日の夜9時の時点の予報円となります 中心の位置があ沖縄地方、先島諸島の石垣島に最も最接近する、えー、予報円となっております。で、えー、風速があ90ノットとお表示がなされております。えー、この90ノット とですすすね、最大風速にに換算するため0.514をかけますそうしますと弾き出された数値が毎秒46.26メートルとなるんですがしかしながら日本の気象庁は世界気象機関 WMO が推奨しております10分間の平均の最大風速を使って おりますので、JTWC はアメリカ合衆国の標準であります。1分間の平均風速を用いていることからですね、10分間平均の風速の1.15倍になる誤差が生じます。で、この誤差を修正するためにですね、この46.26メートルに0.867をかけます。弾き出された数字が 最大風速、毎秒40.1メートルとなりますから、これは気象庁の階級で言います、強い勢力の台風となります。この強い勢力の状態で、石垣島に最接近して、通過していく北西方向へ駒を進める新路層となっております。 今後の最新情報、を十分にご注意いただきたいと思います。続きまして、マルチエージェンシー、世界各国7つの気象機関の台風3号の診療層を比較したコンピュータシミュレーション画像になります。ほとんどぴたりと一致していますね。予報に大きなブレは見られません。 この後、北上した後、西寄り向きを変えてですね、ここが沖縄本島になるんですが、沖縄地方の先島諸島の近くを直撃、通過した後、北西の方角へ進んで、中国大陸へ上陸して、なおも北西の方角へ駒を進める進路予想が描かれております。 えー、この進路予想の経路図はこ、えー、ここ数日間変わっていない気がします。ただ若干西寄りに変化はしたかなというところでありましょうか。えー、それではまとめに入りましょう。えー、ウィンディーの4モード。 すべてにおいて、やはり沖縄地方の先島諸島、直撃の進路予想となっております。若干 GFS がです、ね、通過するタイミングが遅めに予報されているところではあるんですが、それにしてもウィンリーの4モード、ほとんど変わらない最新情報となっております。 非常に警戒が強まっておりますので、今後の最新情報は注意深くこまめにチェックをし続けていただければと思います、えー。台風に備えを、台風に対する備えをですね、万全にしていただくためにも、等台風不足法チャンネルにしっかりとですね、チャンネル登録をしていただいて、 常に最新情報を最速で入手できる体制づくり、整えていただきたいと思います。それでは今日も笑顔で素敵な一日をお過ごしいただければと思います。私からは以上となります。それではまた。